元気ですか？元気があれば何でもできます。実況アナウンサーの鍵野隆彦です。さて今回はですね、全日本プロレスの魅力というテーマでお話をしていきたいと思います。さて、私も今レギュラーとしてですね、実況席に座っておりますのがその全日本プロレスという団体でございます。その全日本プロレスというのがですね、ジャイアント馬場さんが作った団体なんですね。それについてちょっとお話をしていきたいと思います。私がその放送席に着いたのがですね、2004年でございますね。ちょうど武藤全日本ということでですね、テレビ東京で、夜のシャイニングインパクトという番組があって、そのですね、実況席に座ったのが私でございます。1年間テレビ東京で放映されたんですが、1年間でなくなってしまいました。でその後ですね、CS 放送のガオラスポーツにてですね、オールジャパンバトルバンケット、この担当いたしまして、ね、16年目か、都合17年ですね、この全日本プロレスの放送席に座っています。当時私は、新日本プロレスでもですね、山本小鉄さんと SXW というね、番組で、ちょうど放送席に座っていたんですけれども、当時は、新日本プロレス、全日本プロレス両団体のですね、放送席に座っておりました。で今は全日本プロレスの放送席だけですね。はい、新日本プロレスは小鉄さんが、お亡くなりになりましてですね、その番組自体がなくなってしまいましたということなんです。で繰り返しになりますけれども、ジャイアント馬場さんが作られた団体です。1972年の10月の21日、町田市体育館旗揚げ、前夜祭ですね。そして10月の22日、日大講堂で旗揚げということになりましたね。もう早いですね。もうそろそろ50年ですかということになるわけでございます。非常にこのプロレス界の老舗でございます。さあそこでですね、ちょっとまあそこに行くまでの経緯ということでね、簡単に紹介をしていきたいと思います。日本プロレスです。最初はですね、日本プロレスという団体があったんですよ。これは力道山が作られました。で日本のプロレスの父といえばその力道山なんですけれども、実はその前にプロレスのリングに上がっていたお三方がいらっしゃるんです。まずですね、木村雅彦さん、そして山口俊夫さん、そして遠藤幸吉さん、このお三方は、ね、柔道家でございます。木村雅彦さんは有名ですよね。木村の前に木村なし、木村の後に木村なしというぐらいですね、非常に、素晴らしい実績を持った方です。そして、山口俊夫さんはですね、そのナンバー2と言われました。そして遠藤幸吉さんはその、木村雅彦さんに憧れてですね、ついていった方なんですね。で、実際ですね、柔道全日本選手権の準優勝だった山口俊夫さんと、そして、木村雅彦さんを慕っていた遠藤幸吉さんでですね、プロ柔道の興行をやろうということで国際柔道協会というのを作ったんですよ。それで、普及のためにね、プロレスのリングに上がったりしていたんですけども、あんまりうまくいかなかったんですね。その時、結局プロレスラーになるということでプロレスラーになりました。で木村雅彦さんなんですけれども、当時ちょっとね、奥さんの、具合が悪くてですね、その資金稼ぎでプロレスをしたというふうに聞いてます。そしてですね、力道山さんはですね、プロレスのというビジネスに対してものすごく真摯に取り組んでいたんでして、で、木村雅彦さんはお金稼ぎというね、これでギャップがあったそうなんですね。そしてあの2人のですね、一騎打ちというのがああいう結果になってしまったというふうにも聞いてるんですよ。金的を蹴ったとかいろんな説があるんですけれども、そういったビジネスに対するですね、思いの違いでふざけんじゃねえよというね、力道山さんのちょっと憤慨した思いがああいう形になったと言ってる方もいるぐらい、ね、ちょっと真意のことはわからないんですが、そういう説もありましたよということなんですね。そして、もう一人の遠藤幸吉さんはですね、その後ですね、プロレスラーになったんですね。でプロレスのトレーニングをしている時にですね、その中に力道山さんもいたということなんです。でその後ですね、力道山さんが作った日本プロレスにですね、その合流したのが遠藤幸吉さんなんですよ。遠藤幸吉さんで、やっていったんですが、力道山さんがですね、38だったかな、の年齢でね、お亡くなりになってしまった後にですね、経理担当として支えていたんですよ、遠藤幸吉さんも。ただですね、当時の営業部長でありました吉原勲さん、この方が、後のですね、国際プロレスの代表となるんですが、その方は、ね、営業部長だったんですよ。で遠藤さんと吉原さんがね、反りが合わなかった。
で結局ですね、吉原さんは出ちゃったんです。日本プロレスを出ちゃって、そして国際プロレスという団体を作ったんですね。この方はですね、吉原さんは元で、早稲田大学のですねレスリング部、そして、日本ライトヘビー級のねチャンピオンにもなった非常に、まあ、大いなる実力者ではあるんですが、遠藤浩一さんとそれが合わなかったということなんですね。でその遠藤浩一さんはですね、実はそのプロレスラーになってからですね、あの極真空手の大山正さんと一緒にですねアメリカに渡ったんですよ。で当時ですね、東郷三兄弟と言われたんです。一人はですねグレート東郷さん、ね、この方プロレスラーですね。でそしてですね、大山正さんはマス東郷、そして、この遠藤浩一さんはゴー東郷、ね、東郷三兄弟としてですねプロレスのリングに上がったんですね。まあ、そういった歴史があるんですね、うん、ということでございます。さあそしてですね、その日本プロレスなんですけれども、力道山さんが作った日本プロレスというのはですね、まあ非常にですねバックボーンもすごくてですね、手腕があったんでしょうね、力道山という方はね、うん、大いなる売り上げを上げましてですね、力パレスというのを作りましたね。もうボーリング場もあるし、サウナかね、で一家に道場とかね、もちろん日本プロレスの その事務所もあったそうなんですけども、まあ、そんな日本プロレスしっかりした、まあ、会社として隆盛を極めていったんですね。で、ライセンスの発行であるとか選手権の管理もやってましてね、日本プロレスリングコミッショナーとコミッションというのもあったそうでございます。しっかりした組織の上に成り立っていたんですって。でただ力道山さんがお亡くなりになった後にですね、ちょっとやはり核となる人がいなくなっちゃうと分裂しちゃうじゃないですか、組織っていうのはね。でまあご多分に漏れるですね、揺らぎ始めて、ね、大変な時期を迎えたんです。そんな時にですね、まあ、エースになったのが、元お相撲さんの豊ノ森さんで、しかしこの豊ノ森さんはいい方なんですけれども、ちょっとお金にだらしないところがありましてですね、ちょっと問題があったということで、彼出ちゃいまして、東京プロレスというのを作ったんですよ。そこのエースに当時23歳だったアントニオ猪木さんも引っ張ってですね、東京プロレスというのを作ったんです。ところがね、あんまりうまくいかなかった。で猪木さんはまた日本プロレスに戻るわけですよ。でまあ紆余曲折あったんですけれども、日本プロレスの中ではエースはジャイアント馬場さんになったんです。で猪木さんナンバー2でございます。ですから豊ノ森さんが、猪木さんを引っ張った殺し文句は、お前がいくら頑張っても日本プロレスのエースは馬場だと、ね、お前はいつまで経ってもナンバー2だ、俺と一緒に来いと言ってですね、東京プロレスに行ったと聞いております。で結局東京プロレスは崩壊しました。で東京プロレスでですね、何人かはですね国際プロレスに流れていったということになるわけですよ。で、まあ、日本プロレスジャイアント馬場エースでやっていったんですけれども、ちょっと経理上のですねいろんな問題がありましてですね、また揺らいじゃったんですね。で選手会とですね、選手たちとそれから経営陣との間に、溝ができちゃってですね、これは大変なことになるということでですね、まあ、猪木さんはじめ選手会かな、まあ、選手たちが動いたんですね。そうするとですね、まあ、会社の乗っ取りを画策したとして猪木さんが除名になっちゃったんですよ、ね、猪木さんも良かれと思ってですね、ちょっとおかしい、このお金の流れはおかしいということでチェックし始めて動き出したんですけども、彼がですね主犯だということで乗っ取りに、乗っ取りを画策したということで猪木さんは除名になってしまいました。で除名になってから猪木さんはですね、新日本プロレスという団体を作ったんです。で日本プロレスはまたそこからやっていったんですけども、やはりちょっといろいろね問題があって、今度テレビの問題とかあったんですね。でいろんなことでまた難航しちゃって、で馬場さんももう痛めたってもいられないと、じゃあ俺は俺で作ると全日本プロレスを作ったんです。その時に日本テレビがバックアップして馬場さんは全日本プロレスを作ったと。で猪木さんはその時にですね新日本プロレス作ったんですけれども、テレビがつかなかった。で非常に難航したんです。で馬場さんと猪木さんあんまり仲良くないんで、で馬場さんはですね非常にその海外とのパイプも太かったし、日本テレビはついてましたから結構いい船出をしたんですね。で猪木さんの新日本プロレスはですね、後にですね柔道日本一の坂口誠二さんが入ってですね、そこで今でいうテレビ朝日がついたという、まあ、そんな歴史があるんですよ。でですね、まあ、その後日本プロレスは崩壊して、全日本プロレスと新日本プロレスと国際プロレスと3団体の時代だったんですね。私が見始めた時は3団体の時代だったんです。でそれがですね1990年の後半になりますとですね、大仁田厚さんが、自分のプロレスを作りまして、大仁田さんも全日本プロレスにいたんですよ、ね、いたんですけども出ちゃいまして、 FMW っていうね団体を作ったんですね。これまだ馬場さんがまだね
ご存命の時だったと思うんですけれども、これもアイディアですね、電流爆破デスマッチとかで作ったんですね。で、で1999年ですかね、馬場さんがお亡くなりになった後にですね、やはり歯止めを、ね、こうつける人がいなくなっちゃったのかな、どん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 団体が乱立、要は乱立です。で、私も知らない団体がいくつかあります。で、今やもう歯止めがつきません。まあ、コミッションないですから、今ね。まあ、今後作るっていうね、そんな噂もありますんでね、ぜひ期待をしていただきたいと思いますが、まあ、そういった状況だったんです。で、まあ、全日本プロレスができてですね、まあ、話が戻りますけれども、馬場さんが1972年10月21日、プレ旗揚げ、そして10月22日、日大高等で旗揚げをして、全日本プロレスが誕生しましたよということなんですね。で、馬場さんがお亡くなりになった後に継いだのが武藤敬司選手、ね、で武藤全日本になったんです。で、私武藤全日本になった時に、担当放送席に座ったんです。で、夜のシャイニングインパクトっていうのは、ね、武藤選手がエースの全日本プロレスで、ですからちょっと馬場さんの色が、ね、なくなって、武藤敬司の色の全日本プロレスができたんです。でも、その後に全日本プロレスでちょっと白石さんというちょっとよくわかんない人が入っちゃって、ちょっとぐじゃぐじゃになっちゃったんですね。で、武藤さん出ちゃって、ね、レスルワンっていうのを作ったわけですよ。まあ、こういった歴史があって、そしてその後を継いだのが秋山純選手で、で今で秋山選手も出ちゃって、まあ、今の全日本プロレスがあるんですけれどもね、まあ、そういった、ね、歴史があります。ただその、今の、ね、全日本プロレスというのは馬場さんのその流れにも継いでますんでね、非常にその王道というね、これをテーマにやっております。馬場さんが、ね、当時言ってましたね、レスラーはでかくなきゃダメなんだと。これがね、今すごくよくわかるんですよ。今やね、体が大きくてですね、運動神経がいい選手がどん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 他の競技行っちゃうんですね。昔はね、でかいと言ったプロレスラーだったんですけども、まあ、それがちょっとなくなってしまいました。うん、まあ、サッカーとか野球選手も今大きいですからね。ですから、まあ、そういう意味でね、全日本プロレスというのはその流れがあるんですよ。やはり馬場さんの流れがあってね、でかいものがあっていうんで、大きい選手が多いんですね。ですから、そういった肉弾相打つ戦いというのがね、全日本プロレスで見られますんでね、ぜひそのあたりはですね、ちょっとでかい男たちのぶつかり合い見たいなと思いましたら、全日本プロレスにですね、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。ちなみにですね、明日1月の3日はですね、三冠ヘビー級選手権試合、これが行われます。現在のチャンピオンが諏訪間選手、元アマレスの元でございます。で、非常に実力がある選手なんですね。非常に強い選手です。で、この選手ね、若手のですね、若手で今台頭しております青柳優馬選手が挑むというね、そういったタイトルマッチなんですね。この三冠ヘビー級っていうのはですね、3つのベルトが統一されたんです。インターナショナルヘビー級、これをね、力道山がですね、ルーテーズ、鉄人ルーテーズね、20世紀最大のレスラーと言われたルーテーズに勝った時にですね、その、まあ、授与されたベルト、これがインターナショナルヘビー級のベルトなんですが、そのベルトで、馬場さんの代名詞だった PWF ヘビー級というベルト、このベルト、そしてユナイテッドナショナルというベルト、これはね、猪木さんが巻いたり、坂口さんが巻いたり、ジャンボ鶴田さんが巻いたベルトなんですね。そういったベルト、これが3本あったんですが、統一して三冠ヘビー級という形になりました。初代の王者がジャンボ鶴田さんでございます。本当に多くの猛者がですね、そのベルトを巻きましてですね、本当に由緒のあるベルトでございます。そのベルトをかけた戦いがですね、明日、後楽園ホールで行われますんでね、でかい男たちのぶつかり合いが見たければですね、ぜひ全日本プロレスに足を運んでいただきたいと思います。今回は全日本プロレスの魅力、そして日本プロレスの歴史ということでですね、ご案内をさせていただきました。この辺りでご無礼を。元気ですか？元気があれば何でもできる。元気があれば発信もできます。実況アナウンサー萩野貴彦です。よろしくお願いいたします。バカさー